私がこのような素晴らしい賞をいただけると思ってなかったので、すごく嬉しく思います。本当にすごく濃かった1年と、はい、なりました。私にとって勇者は兄です。いかがですか、勇者は。勇者、本当にいつもこう私の前を歩いてくれている存在なので、はい、勇者だと思います。自分自身本当このような賞をいただけるのはとても嬉しく思います。本当に自分自身の多分今後の人生の中でもう本当忘れられない1年になったなっていうふうに思ってます。挑戦してみたいファッションやスタイルとかがあれば教えていただければと思いますが、最近はストリートというかカジュアルな、ファッションすることが多くなっていたので、切れ目というか、スーツスタイルっていうのを、今後もっとしていければいいかなっていうふうに、はい、思ってます。そうですね、本当に19ってやっぱりもうファッションの、メインということなので、本当にこのアワードは本当に嬉しいことなの で、 海の中のサーフィンだけでもなくて、外でファッションの中でもこういうアワードが取れるということはすごい嬉しいと思います。もう一生忘れない年だったので、オリンピック初めて、自分の初めてもでもないですけど、サーフィンの初めてっていうことなので、でやっぱり日本ですごい今年はものすごいプレッシャーを感じて、自分のこともすごい勉強になって、その中でもすごいいい成績を出して、日本の皆さんになんかね、嬉しい気持ちをもしかしたら伝えたのかなということだけでもすごい嬉しいと思います。率直にもう嬉しい気持ちでいっぱいで、本当にこんな素敵なドレス着れて、こうメイクアップもしてもらって、なんかお姫様みたいな気分で、こう今までこう頑張ってきてよかったなって思いました。もう今年1年日本にいる時間の方が本当少なくて、自分の成長をすごく感じられた1年で、そしてオリンピックで銅メダル取れたので、それがもう自分の中で一番の一生の思い出になるかなっていう印象が今年1年あります。これからもどんどん成長し続けられる年にしたいので、来年は今年以上に成長できる年にしたいと思ってます。ありがとうございます。何度か GQ さんに写真撮影等で呼んでいただいていて、ずっと撮りたいなと思っていた憧れの賞を今回受賞することができてすごく光栄に思っています。今年は8月に東京オリンピックがあって、やっぱりそこでメダルを獲得することができたり、私にとって現役引退となる大会でもあったので、本当に私のクライミング人生の集大成となるような年だったと思います。センターの方ですね、お願いします。